ローズジュレップとは日本の競争馬主な勝倉に2016年の兵庫ジュニアグランプリ、2017年のクラウンカップ、ナーグランプリ20162歳最優秀ボバに選出された。2016年5月24日、門別競馬場でのフレッシュチャレンジでデビューし、1着。2戦目のウィナーズチャレンジには4着に終わったが、続く、 ウィナーズチャレンジ4を勝って2勝目とし、札幌競馬場のスズラン賞に向かうも、リエノテソーロの9着に終わる。9月28日のウィナーズチャレンジ7で3勝目を上げ、10月の札幌クラシックカップでは、フライングショットの差し足に屈するも2着に踏みとどまった。この後、その競馬場に遠征し、11月の表も、ジュニアグランプリでは2番手から抜け出して、重勝を初めて制した。 12月の全日本2歳優秀では、リエノテソーロに再びかなわず3着に終わったが、それでも2歳児は、ダートグレード競争秘勝を含む4勝を挙げ、2016年度のラーグランプリ2歳最優秀母場に選ばれた。全日本2歳優秀後に、浦和競馬場、国母里支給者に移籍した。3歳児は、南関東の参冠レースを目指し、3歳初戦で、 前哨戦の京浜坂月は休み明けに加え落鉄もあって東ウィルウィンの4着に終わったものの4月のクラウンカップでは別計で束より重い 57kg を背負いながら先行作から直線で後続を七場審査突き放して重賞2勝目を挙げ羽田坂月の優先出走権も獲得したしかし4月29日に浦和競馬場で調教を行った際に 右後ろ足関骨解放骨折を発症し、予後不良のため安楽死の措置が取られた。6月23日付で競争場登録を抹消。以下の内容は、ヤビスサーチ、netkeiba.com、地方競馬全国協会に基づく。ありがとうございます。